2コーナー回っていきます。後ろ攻めから5番の桜井優太、ジャン前を抑えてどうやら東日本勢も乗っていきますが、おっと泉田がさらに切りました。2番の泉田、ジャン杉に切っています。5番の桜井優太が3番手、そして7番の市口啓太は5番手になっています。一旦切った2番の泉田喜一、泉田がそのまま主導権です。先行策はなんと2番の泉田喜一、最終周回マーク6番の栗林匠、3番手になった5番の桜井優太、一方7番の市口啓太は5番手、2コーナー3番手からは5番の桜井優太がまくってきました。桜井の先まくり、それに乗る格好で7番の市口啓太がさらにバックからまくり上げていきます。先頭は5番の桜井優太、そしてまくってくる7番の市口啓太、市口届くかどうか。4コーナーから直線ですが、どうやらまくり決まりました。7番の石口啓太、7番石口2着です。どうすか。どうした。どうした。体調でも悪いか。そんな顔してなかった。はい。ローラー乗る。どうだ。どうだ。落ち着いて飛ばす感じかなと思ったんですけど、行くんだと思って。ちょっと慌てたじゃん。いや、まあ先行するって言ってもまあね、いや、まあ行くふりしてちょっと飛びつく感じなのかなと思って、ちょっと緩んだとこと思ったんですけど、まあ別に相馬かけていってたんで、まあ意外とこうやる気なのかなと思って、あとはもう落ち着くしかねえなと思って。